はい、今日はですね SM コートナンバーサウスプレイス6ラグジーっていうマンションをご案内させてもらいたいと思います。共用部分がねちょっとまだ工事中なんで、お部屋の中からご案内させてもらいます。はい、じゃあこちらのお部屋の紹介なんですけども、まず玄関のところですね、これ電子キーになってますね。はい、じゃあ中を見ていこうと思います。で玄関があって、通路沿いにキッチンがあって、で奥に洋室ですね。このような白貴重なお部屋ですね。でまたちょっと実際の広さをイメージしてもらうために、家具の一般的な家具のサイズにカットしたシートを持ってきたんで、これを、引いていって広さをイメージしてもらおうと思います。まずシングルベッドですね。シングルベッドを、壁際に置くとこのような配置感ですね。で次が、ローテーブルですね。ローテーブルを置くとこのような感じ で反対にテレビボードとか置くような格好ですかね。でソファーのサイズにカットしたシートを持ってきているんですけども、このベッドとかの配置だとちょっとソファーが置くのが難しそうなんで、ちょっと配置を変えてみます。この上ですね、配置すると、ちょっとバルコニーは通りにくくはなってしまうんですけども、ここの真ん中の空間が空くので、ここにソファーとか、配置しやすいかなと。このようにソファーを配置して、で真ん中にローテーブルを配置すれば、で反対側にテレビボードとか置くことができるかなと思うので、これでこの配置だったらソファーを置けます。あとは実際のお部屋のサイズを測っていきます。でまずここが127センチですね。次が308センチですね。ここが266センチですね。この窓までのサイズが50センチで、ここの、ちょっと出っ張ってるところですかね。ここの横幅が、46センチですね。ここが、265センチですね。この壁が、59センチです。で次が、収納の中をちょっと測っていこうと思います。まず横幅からですね。横幅が、83センチですね。で奥行きが、扉までが53センチですね。次がキッチン側に来ますね。で、この道中に、設備があるので簡単に説明すると、こちらがテレビモニターインターホンですね。誰か訪問者が来た時に顔が動画で出てたりしますね。あとはこれお部屋の電気ですね。これ一度触るだけでついたり消えたりするような感じですね。はい、で次キッチンですね。で、キッチンはこちらも収納がで下にも、同じように収納がありますね。ここは引き出しですね。こっちも同じようにこんな感じの収納ですね。あとはちょっと新築工事中なんで袋かぶってますけど、蓋口がコンロですね。はい、で、次こっちが、冷蔵庫置き場になるのでサイズ測っていくと、横幅が67センチですね。で奥行きをこの壁までとすると、65センチですね。でキッチンがですね、ちょっと特徴的なのがあって、こういうふうに引き出しみたいなのがついてまして、これ何するかっていうと、料理してる時とかにちょっと物を置きたいな、野菜とかちょっと置いておきたいなみたいな時に、ここに物を置くようにこういう引き出しがついてます。テーブルですね。じゃあ次が、水回りですね。洗面所ですね。このように、鏡の後ろが収納になってまして、でこうやってノズルが伸びるタイプの蛇口ですね。で下にも同じように収納がありますね。で次お風呂ですね。次お風呂なんですけども、浴室乾燥機もついてて、であと追い焚き機能もねついてますね。こちらね、はい、これちょっとボタンなんですけども、で、これがね、これのポップとかなんですけど、シャワーヘッド、高さが調節できるので、身長とか、あとしゃがんでるどうのこうのサイズが合わせれます。でこれもね、あとお湯の温度が調節が簡単なタイプの、蛇口ですね。
で、次が、トイレですね、まあ、トイレはこのような普通のウォシュレットタイプのトイレですね。で次が、洗濯パンですね。これもサイズ測っていきますね、奥行きが62センチの、横が62センチで、これ壁から壁までが66センチですね。で、次が、シューズボックスですね。これは 1K にしては結構広さのあるシューズボックス でこれ、まあ、穴が開いてるんですけど、これに合わせて高さが変えれたりするので、まあ、ブーツとか大きなものも収納しやすいですね。で最後にちょっと簡単にバルコニーの説明ですね。これちょっとまだ新築工事中なんで、お部屋の区切り、ボードが入るんですけども、それがまだ入ってないんで広く見えるんですけど、実際はちょっと部屋の区切りでボードが入るのと狭く感じます。見晴らしはこんな感じですね。向きは東向きですね。でさ、あとバルコニーでちょっと物を干すのが嫌だっていう人もいらっしゃると思うんですけど、これちょっとそういう人用の設備で、こうやって止めてもらうんですけど、ここにハンガーかけて物をして、室内物するような設備ですね、はい、この部屋の紹介は以上になります。ありがとうございます。弊社大黒住まいは大阪市内の難波大黒町あたりで営業しておりますので、お部屋探しされていらっしゃる方がいましたら、ぜひ弊社をご利用ください。また、こんな動画を撮ってほしいとか、こんな検証をやってほしいなどありましたら、次の動画の参考にもさせていただきますので、ぜひコメント欄に書き込んでください。